さあ、今節のお話でございます。モーター引かれました63号機でございますけれども、さあ今の段階での手応えはどんな感じですか。まあ、かもなく不可もなくっていう感じですね。はい、ここ数節は桐生は参加選手の話を伺っていると、まあ桐生はね、あの昨年の12月からエンジン変わってる、モーター変わってるんですけども、ちょっとデータ的にいいモーターもちょっと悪くなってきた、あるいは悪いモーターが良くなってきたっていうちょっと変化があるみたいなんですが、はい、宇津山選手の中ではその夏場になってのプロペラの方向性はご自身の中では明確に見えてる感じなんですか。全くです。全く見えてません。はい、見えてない、はい。まあ、ドリーム戦は1号艇、そしてその前は、ね、企画レースで第8ですかね、5号艇で登場予定でございますので、はい、それでは6日間に向けてゲストの皆様に改めて意気込みを一言お願いいたします。はい、ちょっとね、台風も近づいてきてますし、暑い日続きますので、熱中症とか、ね、気をつけて、楽しく観戦していってください。頑張ります。さあ24号機今の段階での手応えを教えてもらえますか。はい、大丈夫だと思います。はい、何か特徴みたいなのありますか。いや、特徴とかはちょっとまだ分かんないですけど、うん、いいエンジンだと思って頑張ります。はい、じゃあいわゆる大きな心配はしてないので、まあ、枠に応じていつものように、まあ、時にはピット離れ仕様にしたりとか、まあ、そういう形で取り組めそうだという感じですかね。そうですね、自分の色をしっかり出して。そうですか。はい、レースしたいと思います。まあ、この後の目標という部分に関しては、まあ、これから夏そして秋に向けてはどの辺を目標にしたい、何か具体的なものはありますか。まあ、あんまり大きな目標は立ててないですけど、うん、まあ、一層一層しっかり賞金を上積みしたいと思ってます。そうですか。はい、ゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、ドリームレース6号艇の金子さんに負けないように頑張ります。はい、今節一節間頑張ります。ご声援よろしくお願いします。はい、今回の75号機ですね、今乗られて手応えというのはどんな感じですか。そうですね、数字はあるんですけど、そこまでの手応えはないですね、うん、正直。ということは逆に不満なところは、特にこの辺が欲しいかなっていうのは何かありますか。ちょっと回転が上がってないかなっていう感じはします。うん、はい、まあ、ちょっとね、蒸し暑くて気温の高い状況は続いているので、で近況、ご自身のプロペラの方向性、この辺は部分はそんなに心配はしてない感じですか。そうですね、いい時はいいんですけど、うん、悪い時がちょっとひどいですね。なるほど。はい、全体的なそのご自身のボートレーサーとしてはやっぱりファンの皆さんは、ゲストの皆さんはやっぱり記念タイトルっていうところもありますが、9月に雷神杯もありますが、それに向けてはどうでしょう。はい、いや、もうまあ、タイトルもそうですけど、うん、ファンの方が喜んでくれるレースができるのが一番いいと思います。そうですか。はい、盛り上げていただきたいと思います。さあ、それでは改めてゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、今節いいレースします。さて、今回地元のレースでございます。26号機ですね。今の段階ではどんな手応えのモーターですか。パーセント30%ぐらいなんですけど、うん、乗ってる感じは悪い感じしなくて、はい、旋回も押し感あったりとか、はい、まあ、まずまずなんじゃないかなっていう前見 でした。そうですか。はい、はい、ここ数節間は先ほどの設楽選手みたいに数字はあるんだけどそれほどじゃない、逆に今の関選手みたいに、いや数字は悪いんだけど、いや意外といいって、ちょっとね、うん、変革期に来てる感じはちょっとあるみたいですよね。あ、そうなんですね。はい、じゃあ、まあ、ちょっとスタートには気をつけながらも、やっぱり自分で展開作るようなちょっとレースをしたい感じになりますかね。いや、本当スタートはもう全然いけないと思うんで、正直そこは自分には期待しないんですけど、なんで、うん、エンジンしっかり出して臨みたいですね。うん、そうですか。さあ、それでは改めてゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、暑い中皆さん体調には気をつけてください。選手一同、気をつけて走りますんで応援よろしくお願いします。25号機、ご自身、試運転の段階ではどんな手応えなんでしょう。足に関してはちょっと分かんないですけど、うん、違和感があります。違和感がある。はい、はあはあ、これから作業的なことはどんなことを考えてらっしゃいますか。まずその違和感を取らないと不安でしょうがないので、うん、その作業ですね。ちょっとじゃあプロペラなのか本体なのかちょっといろいろ見てみて、その違和感をまずは取り除く作業からという感じになりますかね。そうなりますね。はい、なるほど。はい、まあ、2節前には大村で優勝も飾っているということにはなりますけれども、スタートはやっぱり、まあ、フライング1本持ってらっしゃいますが、多少やっぱり慎重になっている感じもありますか。まあ、慎重になると思います。そうですか。うん、はい、さあ、前半がね、5レースの3枠で登場、そしてここは5枠ということになります。それでは6日間に向けてこのお盆レース、地元、ね、ゴールデンウィークについての連覇を目指しまして意気込みをお願いいたします。はい、1節間優勝を目指して頑張ります。さあ、モーターの話、62号機、どんな手応え出らっしゃいますか。昨日は良くなかったですね。ブス島さんと土屋友と一緒の班だったんですけど、うん、まあ、ちょっと2人に行かれてる感じがしたんで、うん、ちょっと整備してきました。そうですか。はい、はい、それはもう全体的なお話ですか。
そうですね、全体的に弱かったですね。うん、なるほど。じゃあちょっと今日は4レース4枠が前半にもありますけれども、ちょっといろいろやりながらということになりますか。はい、はい、さあね、ドリーム戦は6枠で登場ということになりました。まあ、ここは当然土屋智則選手の前に前付けに行って2コースは主張するという感じですか。あ、そうですね、土屋に負けないコース取りをしたいと思います。そうでございますか。はいはい、6日間始まりますんで、まあ、ちょっとね、スタートは慎重にならざるを得ない状況でございますが、力量上位でございます。それではゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、皆さん楽しい夏休みを桐生で過ごしてください。応援お願いします。